あいみょんさん、どうしよう、キューガルじゃなくなっちゃいましたよ。キューガルじゃなくなっちゃいましたよ。こんにちは。こんにちは。ミオナアイナ。ミオナです。アイナです。アイナ。はい。お、当たるようになってきた。え、なんか緊張してる？うん、めっちゃしてます。してる。なんで？なんで？なんか緊張。2022年どうでした？楽しかったです。どこと何を頑張ったとか、うん、特に記憶に残ってることはとか。SNS、うん、頑張りました。インスタ、TikTok、YouTube もやってくれてるけど。うん、YouTube もね。全部全部ダメだよ、こういう時にちゃんと答えられるようにならないとダメですね。はい。例えばポージング、インスタで撮影する時のポージングをいろいろ研究したとか、研究してその紙面でも活かせるようにインスタでもポージングの練習として頑張ったとか、まあ、ミオナは編集を始めたから動画編集を頑張ったってもう一番最初に言えるでしょ。はい、あとは私がね、お願いして TikTok 振り付けも やったじゃん、今日だってあげてたじゃん。それの振り付けをしてみるのを頑張ったとか、いっぱいあるじゃん、あなたたちの頑張ったこと、はい、それを頑張ったって自分たちで言っていいんだよ。分かってるから、頑張ってるのは。だから一言で何を頑張ったとかじゃなくて、文章にして伝えることが大事。 OK、はい、はい。じゃあアイナは何を頑張りましたか？キューちゃんも頑張ったし、振り付けを考えるのも頑張ったし、キューガルの紙面とかをたくさん見て研究して、撮影の時とかも家で写真を撮る時とかもポージングとか表情のバリエーションを増やせるように頑張りました。言えるじゃん。はい、じゃあミオナは何を頑張りましたか？私もキューちゃんとかTikTok とかの振り付け考えたり、ポージングとかを研究を頑張ったし、いろんな人の YouTube 見て、なんか編集の仕方とかを勉強しました。言えるじゃないですか、二人とも。ね？文章で言い伝えられるでしょ？惜しいじゃん。その YouTube を頑張っただけだと一言だとさ、伝わらないじゃん。こんなにやったよっていうのは、編集部だったりとかには、アピールしていかないと。いっぱいいるモデルの中で埋もれないように。わかる？はい。で、キューガルはいつから出てますか？6月号から出てます。6月号ってことは、はい、6、8で10月号で総選挙があった。3号出ました。でも総選挙があるから10月号と12月号は絶対みんな出れます。で、今2月号の撮影が終わりました。で、まあそのいろいろ言ってもしょうがないんですけど、あいみょんさん、どうしよう、キューガルじゃなくなっちゃいましたよ。キューガルじゃなくなっちゃいましたよ。どうする？どうする？QR がなくなったと思う。一言でもとりあえず欲しいな。ミオナ、難しい。はい、アイナ、ミオナ、1月10日のキューガル2月号をもって、あいみょん2人、クリエイターモデル昇格です。ありがとうございます。あの言葉は出るんかい？1月10日売り号、この間の撮影をもって、クリエイターモデルに昇格しました、あいみょんは。
ありがとうございます。今回の2月号からクリエイターページの連載が始まります。あいみょは知らないと思いますが、お母さんと連絡し合って、クリエイターページに特集ページがあるんですけど、あいみょのコーナーがございます。やった、ありがとうございます。でね、ちょっとさっきね、一言もらえればすぐにクリエイターのね発表に移れたんですけど、言葉が出ないということで、はい、今の気持ちは言えますか？これは喋れるかな？嬉しいし、クリエイターモデルになったから、今よりももっと SNS とかも頑張りたいと思います。みゆもクリエイターモデルになったので、今までよりも SNS とかQちゃんとかを協力していきたいです。これからね、編集部一同ね、育てていくつもりで、んでお願いします。お願いします。で、このクリエイターモデルに昇格したんですけど、これもQガルの時代にね、あなたたちが一生懸命動画を撮ってくれて、編集部に渡して、一回渡してくれたでしょ？長い動画だったり、ショートは自分たちで企画考えて編集して投稿。で、それも再生数もちょっとずつ出るようになってきて、Qガルに関わる、ね、YouTube 動画を頑張ってきてくれたじゃないですか。それはもう目に見えて、読者も視聴者も全員わかってることじゃないですか。その頑張りが繋がったわけさ。この編集部が選んだっていうのもあるけど、そのあなたたちが頑張ったからなれたんだよ。はい、ありがとうございます、ね、ファン感謝祭でも気づいたと思うけど、あいみょのファンがちょっとずつ増えてきて、話しかけられるようにもなったでしょ。はい、で、あいみょたちが頑張ってからアラップのモデルも選ばれて、ちょっとずつ活動の場が広がって、ちょっとずつ知名度も上がって、実感はある？ある。2022年頑張ったね。はい、じゃあ2023年からも頑張れますか？はい、頑張ります。 あんまりね、頑張りすぎて疲れちゃったりすることは良くないんだけど、モデルになりたいっていう人たちがいる中で、Qガルのクリエイターモデルとして活動できる、だからこそ、頑張らないとね。はい、2023年は目標何にしますか？具体的なのありますか？インスタのフォロワーは1万人くらい頑張りたいです。振り付け動画も、振り付け大変？でも楽しい。楽しいんだ。これはどっちが考えてるの？一緒？時による、じゃあ、キューガルの締めるではどう頑張りますか？どうしたい？何したい？目標。いっぱい出たい。いっぱい出たい。電話するよってなったのは知ったのはいつ？で、昨日？朝。どうって思った？どうしようと思った？思った。その時の気持ちは？怖かった。怒られた。怖かった。クビだって。じゃあ今だから聞くけど、QR じゃなくなっちゃったよって言われた時はどういう気持ちだったの？悲しい気持ち。それだけ？どうしよう？パニック？パニック。もう頭の中真っ白で言葉も出てこないみたいな。クリエイターは文章とかをいろいろ人に伝えるのもなんか仕事のうちっていうかあれなんで、喋れるようになろう。はい、モデルとしては読者アンケートに名前が書いてもらえるようなモデルになってください。はい、頑張ります。チャンネル登録、グッドボタン、その他の SNS のフォローもよろしくお願いします。Qガルのクリエイターモデルになりました、アイナです。ミヤナです。よろしくお願いします。はい、バイバイ。